北大とか行った時にさ、北大の最寄り駅から行き方とかをちょっと案内するとか面白いよね、多分。そうですね、その間にあのソフトクリームと食べるみたいな。さあ、じゃあちょとりあえず募集、募集、企画募集をしましょうか。はい、今企画考えてます。だけどひょっとしたら皆さんが見たいって動画の中から面白いのかもしれないんで、5秒前、4、3、2、祝はい、武田塾チャンネル登録者数1万人突破。1万人突破しちゃったんですよ、ついに。ひえー、1万人すげえわざとらしいリアクション、ありがとうございます1万人の、はい、1万人はすごいですよ ね、 ちょっと嬉しいですね、うん、なのでありがとうございます、本当にいつも。そうだ、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかね、はい、やりたいと思ってるんですけど、1万人企画、うん、ね、はい、いろいろ考えてるんですよ、はい、なんかこう大学自分たちが行こうかとか、お、全国大学巡ってレポートするとか、中森先生に参考書じゃなくてグルメレポートしてほしいとかですか誰が見たいのか分かんないけどもしかしたら参考書の話をめっちゃ詳しくしてほしいのもあるかもしれないけど、はいはいはい、確かに確かに、まあ、いろいろ企画考えてるんですけど、はい、まあ、せっかくなんで、うん、いつも見てる皆さんがね、うん、こうなんかちょっとこういうのやってほしいなみたいな、せっかくなんで募集してみようかなと、はい、まあ、SOS の質問じゃなくて、はい、企画的に今度やってほしいみたいな。なるほどですね、うん、っていうことを、はい、ちょっと募集する動画をちょっと上げてみようかなと、はい、でちょっと面白い企画あったら、うん、ちょっと本当に採用するかもしれないんで、お、じゃあ皆さん、あのコメントにいっぱい、ね、こんな企画どうですかっていうのを書いてもらえばいいわけですよ ね、はい、すね、はいはい、一緒ね、あのもちろん普段の真面目な、ね、SOS の内容とか、ね、勉強の内容もそうだけど、うん、それ以外のねちょっとしたこう息抜きになってくれればということで、うん、そういう企画もねちょっとやっていきたいと思いますので、そうですね、よかったらね意見もらえれば嬉しいです。はい、よろしくお願いします。はい、今後ともお願いします。